では、スイさんには自分の性格を自己分析していただきたいんですけど、性格は、動物に例えるとっていうのをよくお話とか多分したことある人多いと思うんですけど、ああ、はいはいはい、自分だと絶対それ基本、はい、こっちから他人から動物で例えたらって来るんですけど、自ら自分から動物で例えますまあいいですけど、はいはい、どうぞどうぞ。性格ってやった時もこれしか思い浮かばなくて、まあ、どう出たというのイノシシタイプ、イノシシタイプなんですよね。イノシシイノシシちょっと私がやっぱイノシシですなんでイノシシで性格作ったというしみんなに言いますけど、はい、どういうことでしょう。なんだろう、これって思ったら夢中になったこと一直線みたいな節があって、あ、周りが見えなくなったよね。見えなくなるタイプです。イノシシやん。そう、イノシシやん。性格はって言われた時に、あ、これだと思って言ってしまいました。あ、まあ、まっすぐでですね。他には性格、他にもあるじゃないですか。好奇心が旺盛だと思います。はいはいはい、好奇心、結構何でも触りたがるし、何でもやってみたがるしみたいな。まあ、吉本じゃないですか。あ、違う。違います。違います。よかった。それ言っちゃってるんじゃないんで。違います。大丈夫ですか。逆にピー入れたもんですか。大丈夫ですか。大丈夫です。OK です。よかった。結構気になるチャンネルでやってる。はい。ですです。あとは、そうですね。考えてポジティブな面もあるんですけど、やっぱり、ね、根本的にはこうネガティブなのかな。落ち込むときは落ち込むって感じですか。落ち込みます。暗いです。元が、まあ、はい、暗い、元が暗いです。暗なんですね。暗です。もう家に閉じこもってたい。閉じこもる、いや外には出たいんですけど、まあ、まあ、さっきその落ち込むっていう話で、はい、前回の動画でね、一番悔しかったことっていう話で、スタッフの人にライブを通して何を伝えたいのか分からないっていう風に活を入れられた時って、そういう時って落ち込んだりするんですか。とてもとても落ち込みました。それから例えばまあ、それ言われるまでっていうのはついさんのメッセージを音楽を通してお客さんに伝えてなかったと思うんですけど、それ言われてそのビフォーアフターみたいな、すごくあります。その活を入れられてからというかですよね。はい。もう活を入れられる前はどんな感じですか。伝えたいことはあるはずなのに、なんかそれはもう、なんだろう、簡単に言ったらこう自分の曲だけで伝わると思ってて、で曲を作るにあたってもともとがやっぱ口下手だったし、こう言いたいこととかも全然言えないようなタイプなので、はい、でも曲にするときにいっぱい言葉とかを考えて、うん、まあ、メロディーに当てるのもそうなんですけど、やっぱりこのメッセージを入れようと思ってとてもそれを考えてきたので、もうそれだけで私の伝えたいことって伝わるだろうなっていうのをもう思いながらライブに臨んでたんですけど、はい、やっぱりそれだけじゃダメだったんだなっていうのを改めて理解して、はい、そこからはそのライブ一本がその見せる作品として自分の自己表現、はい、はい、もうライブ一本その30分丸々を自分のきちんと時間としてこう見せれるように、なんかこう考えて全てを通して私の伝えたいことをきちんと伝わるような伝えられるようなライブをしようと思い始めました。まあ、そういうふうにそのライブに対する自分の気持ち、はい、望む気持ちっていうのが変わってきて、具体的に例えばお客さんの反応とか変わってきました。どうビフォーとアフターでお客さんの反応って、やっぱりこう良かったよって言われることがちょっと増えたような気がします。はい、嬉しいですね。めちゃくちゃ嬉しいです、ね、はい、伝わってるね。伝わってるね。なるほど、はい。